というわけでね、今日は滋賀県近江八幡にあるラコリーナにやってきました。バームクーヘンとかはねあるの知ってるんですけど、中の方にもねちょっといろいろ面白いものがあるみたいなんで、写真撮りながら歩いてみたいと思います。はい、ラコリーナさんでした。次はね、昼ご飯食べに行きたいと思います。はい、到着しました。ユースホステル近江八幡さんに到着しました。じゃあここでね、お昼ご飯食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。次はここへ、まあ、移動します。ロープウェイ、どこまで行くの？これがこれがさっきの読み方わからんやつか。何やら八幡。
初めて書いてもらいました。御朱印帳、こんなのサインみたい、かっこいい、すごい一瞬で書きはんの、うん、こっちから入ってちょっと見てみる、うん、カメはい、あ、ここが種屋さんで、さっきの、なんかラコリーナの和菓子バージョンなんかな、また書いときます。種屋さんで近江八幡別のつぶら餅でした。さあ次どこ行こうか、雨降ってきたけど、次は佐川美術館に向かって走ってるんですけどね、ちょうどほんまやったらここに綺麗に琵琶湖が見える予定なんやけど、まあ恒例のね雨でございますよ。また土砂降りです。まあ次はね雨降っても大丈夫なとこなんで、まあこのままのんびりと行こうかなと思います。あ、これこれ名刀は語るか。佐川美術館にやってきました。はい、どうぞお入りくださいませ。ピッとかせんといいな。おお、すごいねこれ、すごい綺麗ね。でした。次もうちょっともう一軒寄りたいとこあるんで、そっち向かいましょう。草津のエイスクエアにやってきました。最後はねここで、ちょっとだけ写真撮るとこあるんでね、そこ撮って終わりたいと思います。雨降ってきたな。もはや恒例の雨となってきてるけど、まあ恒例のね雨でございますよ。メンズ操作綺麗やけど、やっぱり雨やな。